あ、もう一回いきます、ではまず最初に薄力粉、強力粉、ベーキングパウダー一緒にふるっていきたいと思います。ココアパウダーです。卵黄を立てていきます。でほぐれたところにグラニュー糖を入れて泡立てていきます。卵黄が白っぽくなるまで、もったりとしてくるまでしっかりと立てていきます。このぐらいまでしっかりと泡立ててください。次にメレンゲを立てていきます。卵白に一つまみの砂糖を加えて、ハンドミキサーを動かさずにまずはほぐします。中高速にダイヤルを合わせて卵白を立て始めます。卵白が分離してくるぐらいまでしっかりと立てていきます。はい、卵白が泡立ってもこもこと雲のようになってきて、少し卵白が分離っぽくなってきたのがお分かりいただけると思います。ハンドミキサーのダイヤルを中速に落として、残りのお砂糖を全部入れていきます。より目を整えながらキメの細かいメレンゲを作っていきます。先ほどよりも、艶が多少出てきた、しっかりとしたメレンゲが出来上がります。このぐらいまでしっかりとメレンゲを立てます。メレンゲ卵黄の中に入れて混ぜていきます。ここでダマがないようにしっかりと合わせます。残りのメレンゲを半分合わせます。ゴムベラを縦に使ってボウルの真ん中を通して生地を切るように手首を返しながら生地を合わせていきます。はい、メレンゲのダマがある程度消えてきたところで粉を半分入れていきます。ゴムベラを縦に使ってボウルの真ん中を通して手首を返しながら残りのメレンゲを加えていきましょう。同じ混ぜ方でメレンゲを混ぜていきます。残りの粉です。大白のごま油と牛乳を一緒に混ぜて常温のままですね、生地に加えていきます。粉を合わせる時よりも優しい力で合わせていってください。少し流動性のあるシフォンケーキの生地が出来上がりました。はかりを使って 180g 分けていきます。ココアのパウダー加えていきます。全体量のどうでしょう、3分の1ぐらいですかね。ダマになりやすいので手早く混ぜていってください。はい、これでココアの生地が出来上がります。プレーンの生地、ショコラの生地、型に流し込んでいきたいと思います。白と黒の生地をクロスさせながら入れていく。少し柄の長いスプーンを使って生地を底から持ち上げてひっくり返していく。170度に予熱をしたオーブンで焼いていきます。170度のオーブンで22分で焼き上がりました。で、焼き上がったらすぐにこのようにしてシフォンケーキひっくり返して冷まします。だいたい2、3時間くらいですかね。常温のままこのまま冷ましました。シフォンケーキの型の壁に沿って一周させて、まず生地を型から剥がしていきます。煙突部分にも煙突の方に刃を沿わせて生地を型から剥がします。刃の先が煙突に当たっているのを確かめながら、底の型にね、刃を沿わせて一周させていきます。ひっくり返して型を外します。